どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、ダウンロード版を購入して15時間ほどプレイしました。おそらく終盤までは来てると思う。今出てる敵がジンオーガとかラギアクルス、その辺なので、もう終盤じゃないかな。うん。クエストレベルも星6とかになってきたので、それぐらいだと思います。で、今日の内容なんですが、プレイするにあたって、いくつか押さえておくと楽になるよっていう点があったので、それを説明していきたいと思います。まず、一つ目。これだね。メラルー紹介。これって体験版からもあったんだけども、瓶の王冠か。瓶の王冠っていうのを渡すとアイテムと交換してくれます。ここで必ず、もう絶対に交換しておいた方がいいアイテムっていうのがあって、それがね、これです。これ。厩舎増築手形。これの1、2ぐらいまで、2まで持っとけば、まあ最初のうちは十分かなと思います。これが何かっていうと、お供が卵から帰ると、厩舎に預けるよね。それが最初って10体ぐらいしか預けれないのよ。それをこの増築手形によって、増やすことができます。2まで取ればおそらく30ぐらいまでは増やせるので、まあ、後々すごく便利になります。まあ、いくら卵を取ってきてもね、空きがなければ意味がないので、まあ、これを2まで、もうすぐにね、一番最初に取るようにしてください。で、一番ダメなのが、これのね、武器防具。武器防具は、最初は変えちゃダメです。ダメ。うん。まあ、その、なぜかっていうのは、後で説明しますね。まあ、とにかく、厩舎の増築手形を入手してください。武器防具は間違っても交換しないようにしてくださいね。そして、続いてなんですが、レベル上げだね。レベル上げ。みんな悩むとは思うんですが、基本、レベル上げ、必要ないです。全く必要ありません。今俺、終盤に差し掛かってるんだけども、レベル上げ一度もしてません。一度もしなかった。うん、十分なんですよね。なぜかって、お供がまず強い。そして、仲間が強い。後々になると、ライダーとか、ハンターが仲間になってくれるのよね。そいつらが、とにかく強いので、自分はそんなに強くなくていい。っていうところ。うん。まあ、序盤レベル上げをしようとしても結構時間がかかると思うので、うん、序盤はもうスルーして、もう仲間の力で、うん、他力本願で行った方がいいです。もう終盤まで全くレベル上げ必要ありません。そのまま進みましょう。そして次は武器防具ですね。一番最初に説明した、メラルー紹介で武器防具は交換しちゃダメだよっていうところですね。なぜダメかって言いますと、あそこで交換できるやつって、レアリティが若干高いんですよね。若干高くって、黄色とかじゃない?レアリティ。この辺でしょ?これぐらいのやつが、確か変えれたと思うんだけども、最初からここを変えちゃうと、レベルが上げられません。武器のレベルが。なので、攻撃力がそこで止まっちゃうのよ。なので、それよりも、この青ぐらいのレアリティのやつを自分で作って、レベルを3まで上げた方が断然強い。うん、2倍ぐらい強いんじゃないかな。なので、あそこで変えるっていうのは、もう終盤やること。なので、最初は交換をせずに自分で制作をして、レベル3まで上げましょう。うん。まあ、
言うたらこの装備もね、そんなに必要ではないです。そんなに必要ではない。あ、防具は必要。防具は必要だけども、武器はそんなに必要じゃないです。なぜかって、さっきも言った通り、お供と仲間たちが強すぎるので、自分はそんなに活躍しなくていいんです。いいんですよ。なので、まあ、防具はね、死なないために強いのを持った方がいいけども、武器はそれなりのやつで終盤までいけました。うん、なので、まあ、無理せずに、まあ、さっさとね、進んでいって、もうガッと強いのを作った方が、俺は効率がいいかなと思います。そして最後、もう一つあります。それがね、お供。お供です。一番最初って、ランポスが仲間になってると思うけども、基本的にランポスだけで最初は大丈夫です。他の奴らは、仲間にせずともいけます。で、序盤の、最後の方になると、レウスが仲間になるのよ。このレウスが強くって、もう終盤になるまで、俺レウスしか使ってないのよね。うん。まあ、ディアブロとか持ってはいるんだけども、使ったことがない。戦闘で一度も使ってない。ずっとレウス。もうレウスが強いから。もう他のやつがいらないんだよね。ただ、フィールドで岩を砕いたりとか、水の中を移動したり、あと、ツタを登るとか、穴を掘るとか、そういう時に、こいつらに、チェンジするだけで、基本的にはレウスだけで、大丈夫です。なので、ま、いろいろとね、穴に入って、卵を探すよりも、まずは、どんどん進めていった方が、いいです。で、最後の最後になって、ま、強めの、ティガーシュとかね、ディアブロとか、そこら辺を仲間にしていくといいです。まあ、本当にね、このレウス、ランポス、この二つだけで終盤まで全然いけたので、はい。おすすめです。まあ、寄り道していくっていうのもね、醍醐味の一つでもあるので、うん。まあ、それでもいいと思うんだけども、俺みたいに高速でクリアしたいなっていう人は、まあ、レウス、ランポス、この二人だけで行くっていうのもいいと思います。はい。ということで今日はプレイするにあたっていくつか押さえておいた方がお得だよっていう点を紹介してみました。どうだったでしょうか。まあ今日の日付が変わるぐらいまでには全クリを目指していきたいと思います。はい。で、その後に、まあ、最強武器とか最強ポケモン。ポケモンじゃないね。最強モンスター。で、レベルも99とか上げていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。